どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ゆうこれです。今回なんですけども、こちらスネークマンモンキーデルフィーを使って戦術チャレンジやっていこうと思います。皆さんね、進化版エルフィーが強いのはもう散々知ってると思うんですが、実は進化後ルフィ結構やれるキャラなんですよね。覚醒がバインドスキブ封印指2つ、10強3つボイス、超覚醒無効感持ってます。まず火力も高めで、スキルに関しても3ターンで6解除回復以外から火を5個生成、ヒドロップ強化に1ターン5コンボ加算持ってます。はい、なので6解除生成に泥強に5コンボ加算よ。どう考えても強いでしょと。でリーダースキルもチームのソウルアリティ30以下の場合、全パラ 4.1倍、ドロップ攻撃して攻撃力5倍、4コンボ加算を持ってます。はい、火力も高いわ、全パラ 4.1 倍で無限耐久できるわ、コンボ加算もあるわで、かなり悪くない性能してるんですね。まあ正直進化前エルフィーが最強すぎるせいで、あんまり進化後目立つことはないと思うんですが、実は進化後全パラ 4.1 倍でめちゃくちゃ強いぞということで、今日はこのルフィを使ったね、戦術チャレンジの攻略編成紹介していきます。編成こんな感じです。はい、まずはリーダールフィです。無効感遅延2つに入れた遅延耐性、そしてグレオン武器継承です。そしてボルケーノです。7強に上限解放にドラゴンキラー、ごめんなさい、体力キラーですね。ここ体力キラーでお願いします。必ず体力キラーで、絶対体力キラーで。でアシュリー武器、無効貫通武器継承です。そしてボルケーノ7強に体力キラーですね、体力キラーに上限解放、そしてリクト武器継承です。どちらも体力キラーでお願いします。必ず戦術チャレンジは体力キラーの方が強いです。でマルコですね。マルコは回復強化3突に遅延2つ、そしてアルテミス武器継承です。アルテミス武器、この編成の場合なんと代用がありません。まあ、陽気比をね、豊臣からの対応する場合とかは、まあ、シンプルにここ属性吸収無効武器で6ターン以内なら何でもいいんですけど、陽気比対策までしようと思うとアルテミス武器が必須です。まあ、もし代用する場合はここ属性吸収無効6ターン以内のやつつけてあげて、でこのマームにね、適当な軽めの陣をつけてあげる必要があります。はい、まあ、理想はアルティミス武器って感じです。で、マームですね。スキブプラス、遅延2つに HP 強化2突、そしてメビウス武器継承で、序盤の属性吸収無効で使っていきます。で、この編成、回復生成がないので、今回マームを入れてあげて、回復を作るようにしてあげてます。で、これね、ほんと、諸刃の剣って感じで、ここをマームにしてあげると、回復生成ができる分、安定感がちょっと減ります。そう、タイムとかは遅くなってしまうので、火力が下がる分ちょっとね、なんか総合的に見たらやっぱりタイムが遅くなってしまってデメリットが多い。でも逆にここは例えばエースとかにしてあげて、ダブル吸収無効とかにしてあげると道中めっちゃ楽なんだけど、戦術チャレンジのボス階層で回復欠損した場合に負けちゃったりするので、どっちがいいかと言われればかなり難しいところになるかなと思います。まあ、なので、まあそうですね、確実に立ち回りたい人に関しては、まあここマームにしてあげていいし、逆にもうなんかボスの回復欠損したらした時だろって人は、言うならここエースとかにしてあげて、もう属性吸収無効枠で直入れしてあげても大丈夫って感じになります。今回は安定感を求めてマーム、スキブにチェーン2つに HP 強化2つにメビウス継承って感じにしてます。この枠がね、結構人によって変わるところなんで、まあ、回復生成キャラもしくは属性吸収キャラどちらか入れてください。で最後ルフィです。無効感体力キャラ3突に遅延2つ、そしてグレオン武器継承って感じになっております。はい、まあという感じの編成ですね。 PDC こんな感じになります。はい、だいたい20分ぐらいで攻略できる編成になってます。まあ、正直組める人は進化前ルフィも強いんだけど、進化後ルフィもね、めっちゃおもろい性能してるんで、今日はこちらの進化後ルフィを使って戦術チャレンジやっていこうと思います。でルフィはこれからね、周回編成とかにおいてもね、見ること増えてきますし、サブ要員とかでも使われる場面増えてくると思いますので、ぜひよかったらチェックしておいてください。ということで実際に使っていきましょう。さあということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層、まあ、とりあえず、まあ、ルフィ撃ってあげて無効感で殴っていくか。はい、とりあえずまず1階層ルフィ撃ってあげて無効感で殴っていきます。どうせスキルダメもするんで、ボルケーノも撃っちゃってサクッとワンパンしていきましょう。はい、一旦無効感組んであげて、このままワンパンしていきます。はい、これで15コンボですね。でからの5コンボ加算でこのまま倒していきます。でスキルダメに関してなんだけど、まずマルコを貯める必要があるのと、あとは、マームですね、マーム継承のメビウスを貯める必要があるので、まあ、言うならここでまあ2ターン耐久してあげればいい感じかな。でバインドに関してはリーダーのグレオン武器があるのと、マルコ変身時にも、バインド回復ありますので、どちらでも OK です。好きな方でどうぞ。でまあ1コンボ組んで、はい、60万ダメージなんで普通に耐久可能です。60万耐えていきましょう。はい、同じく60万。でマルコ打ってもいいしグレオン打ってもいいので、これでバインド回復していきます。
どうしようかな。でもここね、全力コンボ組んじゃうと、よいしょ、あれが引っかかっちゃうんですよね。ダメージ吸収に引っかかってしまうので、一旦まあ平積み7コンボのボルケーノの火力で右側をちょっと削りたい気持ちがあります。全然削れんやん。硬っ。じゃあ無互換にしよっか。一回この編成、烈月全然強くないからな。無互換消しの編成なんで。そうなんですよね、もう無互換特化なんで無互換組んじゃいます。はい、ここにやりすぎかと思ったんだけど、まあコンボなら大丈夫か。無互換18コンボで13億ぐらい、いいですね。なんでなんで、あ、フレンドのルフィってこと。なるほど、想定外でした。それやられたわ。これでどうよ、もう男の1コンボ止め。ナイス、倒していきます。さあ続きまして3階層ですね。でここでまたボルケーノ打ってあげて、メビウス武器でヘイストして属性吸収も発動して倒していきましょう。待て、また男の1コンボ止めいるぞ、よく考えたら。でもルフィの火力であんなに削れるんだったらボルケーノ打って良さそうだな。あれからのメビウス打ってあげてヘイスト、属性吸収無効で男の1コンボ止め9。やばい、大丈夫、1コンまではフレンドルフィーは大丈夫ですけど、あとは知らん。ナイス、完璧やん。はい、続きまして4階層、ここも無互換で倒していきましょう。とにかくこの編成は無互換組み続ける編成になります。はい、でここも無互換組んでいきます。でね、ちょっとこの編成ね、属性吸収がキャラ本体に入ってないんですね。だから7階層のね、非属性吸収がめっちゃめんどくさい編成なんですけど、まあ、また後で立ち回り紹介するんで、一旦とりあえずここはこのまま無互換で削っていきます。で火力はね、もう完全にボルケーノとルフィだけですね。マルコと、まあまあまあ、もう火力枠ではない。でここもルフィ打ってあげて無互換組んでいきます。スキルダメは正直いつでもできるので、どの階層でも基本的にできると思ってもらっていい。スキルダメできない階層はないので、一旦無互換でこんな感じで倒していきます。はい、でこれでルフィの5コンボ加算も含んで確実に2パンしていきましょう。 OK。 さあ続きまして5階層、でここはね、必ずボルケーノが残り1になってることを確認した上で突破していきます。はい、ボルケーノ打ってあげて倒しましょう。ボルケーノが残り1、かつまあマームが溜まってれば OK です。なので、あ、マームじゃない、ごめん、マルコが溜まってれば OK なんで、まあ、ここでマルコ使っちゃった場合とかに関してはマルコを残り2ターンまで溜めてから突破していきます。必ず残り2まで溜めてから突破してください。で6階層ですね。6階層で注意したいのは、必ずルフィを1体溜まるようにしておいてください。まあ、今回だと別にルフィ溜まるんで気にしなくていいや。まずルフィ打ってあげて、どうしよう、何が火力出るんだろう。どうせ烈月ぐらいしか火力出ないから、まあ一旦こんな感じで殴っていきましょう。前田の場合はボルケーノ使ってワンパンで、マルコと、まあできればルフィも残しておけると最高。まあルフィはおまけ程度ですね。で明智は、まあ、とりあえず2ターンぐらいは地道に削ってあげて、残り1でボルケーノ使って倒したいので、まあ整地って感じになるかな。まず2ターン、まあこんな感じで全力コンボ組んで、残り1でルフィ打って、フレンドルフィ打って倒したいので、1ターン整地します。ここはヒドロップ温存しつつ、まあスキルダメって感じかな。でおお、すごいなこれ、すごいなこれ。ボルケーノ打って、ルフィ打って、すごい盤面だけど、まあ落ち着いてこれで倒していきましょう。
で必ずここでマルコと、まあ、リーダー側のルフィ、フレンド側のルフィ、どちらでもいいので片側のルフィが残ってるようにしといてあげると最高です。さあこれで倒していきます。でなんでこんなにアシストをね、あ、ごめん、あのスキルを貯めておいてほしいかっていうと、7階層で、はい、こういうやつらが来るんですけど、ここでねこのルフィのアシストのグレオンとマルコのアシストのアルテミスですね、この2つを貯めたいんですね。そうだからちょっとめんどくさいけど立ち回ってもらう必要があると。でここはねとりあえず無効管1セット組んであげればちょうどいい感じに削れると思うので、マームだけ打っておきましょうか、回復したいし。どうせここでスキルダメするんでね、この雲に関してはそんな気にするポイントじゃないです。でこんな感じで無効管組んであげて、まあ、無効管の93とかでいい感じじゃない。で右側をいい感じに削りたいんですよ。いや933はダメだろ933は絶対ダメ。え、全然いい、全然いいじゃん。はい、でこんな感じでヘイストもらいましょう。まあ、リーダーヘイストもらっとってあんまり意味ないので、フレンドヘイストももらうまで待ちます。で半分まで削ってあげるとなんかねいい感じにヘイストしてくれるんですよね、こいつら。だからヘイストもらっていきましょう。が倒すぐらいのつもりで、いや弱化ドロップで全く火力が、はい。でここでもうアルテミス打っちゃいましょう。まあごめんなさい、マルコ打っちゃいましょうか。あでもルフィ溜まってないのか、盤面次第だけどいけそうだな。アルテミス打っちゃってボルケーノからのマーム、思いっきり弱化ドロップ入っちゃってることに気づいちゃった。まあまあいけるでしょう。いきます。これでもう弱化ドロップ入れるぐらいならってことで、こんな感じで火のこけし含んで殴ります。まず一発これで削ってあげて、はい、からのボルケーノ打って倒していこう。弱化ドロップマジうぜえな。はい、これで倒します。で必ず属性吸収が続いているうちに突破してあげてください。で別にこれ焦る必要はないので、残り1ターンぐらいまで全然待ってあげてもいいので、ここからルフィ溜め直してあげて突破するのも選択肢としては全然ありですね。はい、でここはもう全力コンボ必ず組んであげてこのまま倒していきます。はい、さあ続きまして8階層で、ここの消せない対策のためにリーダーのグレオンを貯めておいたって感じですね。はい、ここはどれが来てもグレオンを打ってあげて消せないドロップ回復で、まだ火力は出したくないんでこんな感じで待ちます。弱化ドロップだけうざいから消しとこっか。いや待て待て、ルフィだから消す必要ないわ。はい、光ドロップだけ消しておきます。おっと、はい、でルフィ打ってあげて倒していきましょう。ちゃんと無効管組んであげれば倒せるでしょう、さすがに。はい、これで無効管含む全力コンボ組んであげてこのまま倒していきます。13コンボです。ちょっとねこの辺で7階層の対策めんどくさいんですけどね、まあ、それこそもう回復欠損完全無視してね、属性吸収ダメージ吸収キャラをねこうマウの場所に入れるっていうのもありっちゃありなんですけど、どうしても気に入らなくて、やっぱり安定感がねなさすぎるんでね。そう、僕僕回復欠損する編成をもう基本的に心の底から嫌ってるんですけど、ですよ、もう個人的なあれでスタイルで。やっぱボス階層とかで回復欠損して負けたらめちゃくちゃなんか虚しくないですか。だからねちょっと僕の編成その分道中めんどくさいって感じになってるんで、まあ、そこねご了承ください。あ、忘れてた、そうだそうだそうだ、ごめんなさい、あのフレンドの方がね、そうでしたそうでした、失礼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 、忘れてました。ボルケーノ打ちましょう。これは失礼しました。無効管 1C でしたね、吸収無効は。はい、まあこれなら大丈夫でしょう多分。あれ？おかしいぞ。
こうか。これは大丈夫でしょ。互換一致。はい。OK、ナイス。さあ、倒していきます。キラー三種盛りもちょっと大変だな。はい、で、10階層。ここはどうしようか。まあ、とりあえずまあまあ打つとして、ボルケーノ打ってあげて、倒しに行きましょうか。こんぐらい倒してくれないと困るしな、もう。これ倒せなかったら弱いしな、なんなら、この編成。まあ、死んじゃましょう、一回この編成を。はい、15コンボ。20コンボ。で、倒してくれよ、さすがに。ナイス、倒していきます。やっぱりボルケーノの火力がちょっと低いよな。まあ、烈消しの方が強いから当たり前なんだけど、無効感特化にするとちょっと火力下がるね、ボルケーノはやっぱり。で、ここもボルケーノ打って倒していきましょう。めんどくさいからもうボルケーノってワンパンしちゃいます。これは完全ボルケーノ頼り。体力キラーも乗るので、ルフィの火力とボルケーノの火力で倒してくれることを信じよう。さあ、16。ナイス、ボルケーノ。さあ、これで倒していきます。で、続きまして12階層。豊臣さん。これルーレット利用して倒したいね。言うて96とか組んだら強いと思うんだよな。これで96組んであげて12コンボかつルフィの5コンボ加算。これならワンパンできるんじゃない、多分。ナイス、倒していきます。さあ、続きまして13階層。はい、来ました。あ、ボルケーノ溜まってない。あ、悪い、俺死んだ。いや、待てよ、待て、早い、諦めるのは。1コンボだ。いや、てか待って、普通にルーレットあるんだから。いやいや、大丈夫、関係ない。これ1コンボです。95万なんて耐えれるに決まってるんやから。で、普通に耐えて、しかもよ、普通にさ、ボルケーノ打てばいいじゃん。まずルナティックショットで覚醒無効回復、しかもマームでも覚醒無効回復できるし、ボルケーノ打って、で、本来ここね、あのボルケーノ溜めた状態で生きてください。で、ボルケーノ溜まってればアルテミスからルフィ、マーム、ボルケーノの順番で打ってあげることで突破できます。今回はちょっとプレミしたんですが、許してください。見なかったことにしてください。倒していきましょう。ボルケーノ打っちゃいます。ちょっとプレミしたんだけど、今回は許してほしい。豊臣に助けられたわ。いきます。さあ、こんな感じで。あ、列ミスってるわ。まあでもいいや。無効感含みながらの回復含んだ14コンボ。からの5コンボ加算の19コンボで、さあ、しっかりと倒していきましょう。こいつ嫌いだから全力コンボ。ナイス。さあ、14階層です。アテナさん。無効感全力でワンパンしていきましょう。ワンも打ちます。そして次があいつなんで。うわ、列は組めないか。惜しいな。これで無効感全力コンボ組んでワンパン狙っていきます。14コンボ15 20コンボ。さあ、どうだ。これで惜しい、ほぼワンパンでね。このルフィのいいところが、こういう時に焦る必要ないんですよ。別に結局耐えれるんで、そう、 1.5 倍だろうが耐えれるんですね、この編成。なんでかっていうと、ボスの発狂を半分で耐えれる、素で耐えれる HP になってるので、落ち着いてこんな感じで6解除しておきます。はい、やるべきことだけやっておきましょう。6解除組んでおいてあげて、はい、で、耐久していきます。安心してください、ちゃんと耐えれますから。はい、ダメージ半減、なるほど。まあ、倒せるんじゃないかな。倒しましょう、いきます。
ってやばい、間に合わないとかある、パズル。ちょっと危ないパズルしましたけど、まあ倒せるでしょう。体力キラーも乗るし、ルフィの大丈夫だと思う。んー、ナイス、突破していきます。さあ続きましてボスで、ここはもうひたすら削りまくるんですけど、初手マルコ打ってあげてサブの攻撃力上げましょう。まあ、初手もうボルゲーノ打っちゃいますか。どうせね、セル必要もないので、ルフィでも含みながらのボルケーノも打って削っていきます。いいですね、いい火力で、半分時からはマックス633度目で殴っていきます。いや待て、無効管だったらもっと火力出していいな。ガンガン殴っていきましょう。とりあえず1ターン待ちましょう。1ターン盤面整理、そう、とにかくヒドロップ貯めたいからね、盤面整理してあげて。おお、1個も振ってこんのかい。で無効管全力コンボ組んでいきます。13コンボ、うん、いい削りで、コンボルフィ打ってあげて、無効管全力組んで殴っていきます。ひたすら無効管プラス全力コンボ組んであげて削りで、これで倒しきれたらラッキーなんだけど、多分倒しきれない。ナイス、倒しきっていきましょう。さあ続きましてボス、ボスはもうひたすら無効管で殴っていきます。はい、初手からボルケーノ打てるけど、どうしようかな、ちょっともったいない単体で打つのは。じゃあ1ターン盤面整理ですね、こういう時は。まあ、いらない色消してあげて、回復もここまではいらないんで、こんな感じで1ターン盤面整理します。でちなみに回復欠損時はマーム打ってあげてください。このためのマームなんでね。はい、じゃあボルケーノ打ってあげて、ルフィ打ってあげて、泥鏡からの無効管組んでいきます。こんな感じで、まああんまり必要ないけど、列と無効管含んであげて13、14、15、さあこれで20コンボで殴っていきます。だいたいこんぐらい、だいたいね 20% ぐらい削れます、だいたい。はい、でここもボルケーノ打ってあげて、ルフィ打ってあげて殴っていきましょう。はい、列プラス無効管の全力コンボ14コンボでまた殴っていきます。お、ナイス。でこれで半分まで持ってってあげて、でこっからボルケーノため直して2パンでいいかな。盤面整理してあげて、ボルケーノため直して2パンが一番良さそう。はい、で半分じゃあマルコで、もしこの時点で回復欠損してれば、必ずここで絶対にあれを打ってください。まあもう打ってください。はい、でここもしっかりと回復、まあ5ゲシ含んであげて、これで回復していきます。マームね、あーごめんなさい、マルコ打ってあげればね、回復力は間違いないので、打ってあげて殴っていきます。そうで、こんな感じで回復欠損した場合にマーム打ってあげて、回復欠損要因として残しておきます。さあじゃああとはもうボルケーノ打って倒していきましょう。まあ、一応この編成はね、とにかく欠損をしないことを意識した編成になってますので、道中とか少しめんどくさい部分ありますが、まあ、ただしっかりとですね、ここはもう火力を出して倒していきましょう。はい、これで、え、ちょっと待って、何してる、ボールケーノさん、ちょっと待って、マルコ打てばよかったね、これ。ごめんなさい、マルコ打てばよかった。いや、え、でもこの編成ならいけるんじゃないでしょうか。この編成ならいけないですよね。あ、そうですよね。あ、やばい、ミスった、ミスった、ミスった。やばい、パパ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 パ。大丈夫、大丈夫。焦ること、焦ることじゃない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 。焦ることじゃないと思う、多分。いや、大丈夫、大丈夫。ボルケーノ打てるからね。はい。じゃ倒していきましょう。いきます。
さあということで今回はこちらの編成を使って戦術チャレンジを攻略する動画でした。あーナイス。まあボスの回復欠損をもう無視するんだったら本当にワームを可能属性騎士ダメージ吸収に変えて殴るのも良さそうだけど、やっぱりちょっと安定感的にはワーム入れておけると強いかなって感じですね。ただまあその分道中具だってまあこんぐらい時間はかかっちゃうので、まあなんかどっちがいいかはむずいところではある。ただ一つ言えるのはこのねモンキー D ルフィはねもうねとにかく耐久も高いし無限に耐久できるから、こんなやべえ高難易度の戦術チャレンジとかでない限りは基本的にめっちゃ強いです。ただ超高難易度に行く場合に関しては結構ギリギリになっちゃってね、やっぱりもうそこは仕方ないんでね、それはご了承いただければなと思います。ということで今回はルフィを使って戦術チャレンジを攻略する動画でした。チャンネル登録、高評価、ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。